っていうのを学べるかどうかなという気が少ししていて、絶対自分がね、一体何を得たのかなっていうことをすごく考えていると、すごく不思議な、その学べるかどうかなっていう気がするし、美大にしてもそうだし、美術って本当に難しい世界だなっていうすごい気が今すごいしてるんですけど、作りたいものを作るっていうことはすごい素晴らしいことだし、自分にとってもそうだし、その人にとっても作家にとってすごい当たり前のことなんだけど、でも僕はやっぱりその美術家として、現代美術家としてやっぱりそのこれから何ができるかっていうことだと思うんですよね。でもそれは別にその無理に合わせたり、無理に世の中のためになろうとかっていうことではなくて、まあ、ごくごくやっぱり自然な流れで僕はやはりそういうことを考えそれはやっぱり彫刻、まあ、立体作品のマップを含めた勉強をしてきたつもりではいるんですけど、やっぱりガンガートというか、ニュース美術というか、抽象作品もそうだし、やっぱり一般の人が見ればもう、ね、分かんないしね、作りにくいしね、うん、あとまあ、言ってみれば、どんどん変わらないんですよね、その大差というか。うん、技術をやってる人たちから見ればすごいいろいろな当然はいろいろなことを言えるし話し合えるんだけども、あくまでもやっぱりその一般のお客さんというかね、まあ、日々日常現代でやっぱり生きてる人たちに向けてのやっぱりメッセージっていうことを考えると、やっぱりそういういかにも彫刻、絵画っていうような作品ではなくて、まあ、現代アートと言われているようなことだと思うし、それがやっぱりすごい直感だし、ね、分かりやすいし、ね、うん、でもそれでもね、本当にまあ、有名な人も無名な作家もね、美術、芸術が好きだからっていうことで、やっぱりやっていけるんじゃないかなっていうような気がしたけど、当然僕もここまでやっぱり自己投資をしてきたので、死ぬまでって言ったらすごい大げさなんだけど、何十年もね、まあ、まあ最低でも50年以上あると思うからね、死ぬまで美術をやりますっていうのが全然、今僕が言うのは全然そのリアルではないんだけど、だけどやっぱりその継続することはそうだし、生息できない環境になっても既に美術のことは考えて生きていたいし、で本当に、まあ、本物偽物ではなくやっぱ本物の参加になりたいし、ね、で、まあ、結果論って言ったら、まあ、そのすごいバッサリしちゃってるんだけど、まあ、あとは少しでもそのいわゆる結果を出して世間体というか、まあ、世間でも、ね、認められるような、まあ、作家になればすごいいいんじゃないかなっていうことも考えてますね。まあ、これからは立体作品、彫刻に限らずね、いろんなことをやっていこうと思うし、当然文章も書いてるし、写真も、まあ、自分なりにね、撮ってるしね。でやっぱりもともと絵画志望だったんで、僕はやっぱり、まあ、ドローイングもそうだし、絵を描くことは単純に面白いなって、ダイレクトだしね、彫刻と違って、だから本当にそういった意味では、本当にこれからが勝負だし、ようやく大学っていうね、環境、学生っていう環境から抜けるかな。そういう点ではすごい開放というか、離れ、時に放たれてるっていうかね、
もう本当にすごい期待というか、ワクワクする気持ちがすごいいっぱいで、でも当然苦しいだろうし、生活すること自体もやっぱり厳しいんでね、まあ結局は不安もあるんですけど、ないって言いたいんだけど、やっぱりね、不安がないっていうのはやっぱりそうだと思うんだよね。それはまあ、ある程度有名な作家になってもそう思うし、むしろね、アーティストっていうのは、美術家っていうのは、やっぱり知名度が上がれば上がるほどね、世の中に送り出す作品のプレッシャーっていうのはね、やっぱりあると思うんだよね。まあ、ね、プレッシャーなしもいいかもしれないけど、でもどうなんだろうな、でもどうしてもやっぱり、古典だったり、グループ曲とかな、発表するっていうことはね、まあ、どうなるのかなっていう、緊張感っていうのはやっぱり常に持ってないといけないのかもしれない。まあ、むしろないとやっぱりおかしいのかなっていう気もするし。この話から見てね、自分の説明聞いてるとか、全くなくね、作り話に聞いてるような気がした。なぜかというと、これはさ、お金という価値がきちんと決まったさ、形態じゃない。ね。建造の玉をこれこれ作ってるのは、どこを下にするとか、上にするとか、そんなことを最終的にまで決まらない。これがきちんとさ、伝えるしようとか、気がするね。そう、最初の時はそうだったかもしれないけど、途中から全然違った人に変わったんじゃないか。その辺が出てこない君の説明の中から、ちょっと不足してるのかな。どうかってこう、置かれる制度なんだ。この本とこう、なんていうかな、プロフェッショナルみたいな。その行為を遂行する意思というのと、外界を気にするのと